今日は初音ミク15周年のお誕生日ですね。ミクちゃん、せーの、おめでとう。はい、どこにちゃばしいと。ミクとミンです。はい、とさ、本日はですね、初音ミク15周年記念の動画を、今ね、8月の今日は28だったっけか。そうですね、28日日曜日に撮っております。ちょっと早い誕生日でもね、お祝いしております。うん、なんでまだ情報がね完全に出揃ってない状態ではあるんですが、うん、ミクちゃんが無事にね15周年を迎えたということで、毎年ねこうやってお祝いしてるんですけども、10周年を超えてね、もう5年経ったかって感じがしますね。10周年記念のフィギュアをレビューしたのがなんだかちょっともう懐かしいレベルになっていますね、ついこの間レビューしたような感じがしたんですけどね。うん。はい。って感じになっております。うん。一つのね、折り目の部分だと、節目の部分だったりはね、するのかなとは思うんですけども、ミクちゃんはおそらく来年が本当にね、本気のね、お祝いになるのかなと個人的には考えております。うん。まあ、というのも、クリプトのね、社長さんである伊藤さんが、それぞれのキャラクターの年齢の時でね、設定時の年齢の時に、盛大にお祝いしたいっていう風な感じにおっしゃってましたので、これは、リンとレの時にもね、わかりやすい形で出ましたよね。リンレンオンリーパーティーなんてやってますしね。うん。ってこともありまして、まあ、来年が本当にミクちゃんの年ですから、16歳という年ですから、うん、まあ、その時がね、本当に、すごい豪華なことになるのかなと個人的には思っております。はいはい。まあ、それでもね、やっぱり15周年っていうね、時を迎えたっていうのは本当に素晴らしいことで、うん、初音ミクって本当に僕が好きになって、それから少し10周年迎えるちょっと前ぐらいはもうオワコンなんじゃないかみたいな感じで言われた時もあったんですけども、うん、でも、ね、無事巻き返して、うん、で、プロセカなんていうのも流行り始めて、まあ、その影響も大きいとは思うんですけども、うん。マジカル未来もね、今年で無事10周年ですから、うん、迎えたなっていうことの意味は、ということは、長く続いてきたっていうことは、それだけの人気があるってことですから、うん、だってね、プライズのフィギュアとかもさ、僕が本当にレビュー始めた頃なんて、ね、3ヶ月に一遍出ればいい方だったんじゃないっていうレベルが、今じゃもう1ヶ月に2、3体出てくるのは当たり前の世界ですから、うん。ね、そういった意味では本当に、素晴らしいね、コンテンツになってくれたんじゃないかなと、自分のことながら嬉しいように思います。うん。長いことね、ミクちゃんのレビュー、グッズレビュアーとして、活動してますけれども、本当にここまで長く続いてくれて、本当に個人的には、嬉しいなと思っております。うん。本当に応援してるね、意味合いがあるなっていう風な感じがしますよね。はい。で、ミクちゃんを知ったおかげでね、いろんな人とも出会えたし、うん、今ツイッターなんかで繋がってる方なんかも確かにそうなんですけども、うん。ミクちゃんのことで知ることもいろいろありましたし、うん。で、こうやってYouTube やってるとね、やっぱりね、いろいろ学ぶことも多いので、うん、本当にミクちゃんには私感謝してもしきれないぐらいお世話になっております。ね、YouTube が私の今のね、アイデンティティみたいな感じになってますので、うん、やりがい、生きがいをくれたなっていう、子にもなってますので、うん、これからもね、ミクちゃんとは一緒にいろいろ頑張っていきたいなと思っております。はい。これからもよろしくね。はい。で、今回ね、ちょっと今ごめんなさい。ケーキの方がね、いちごがね、冷凍してたのが、ちょっと溶けてきちゃってね。なんか片方血流してみたいな感じになっちゃってるんですけど、まあ、ごめんなさい。これはベイクドチーズケーキなんですよ。今回買ってきたのが。うん。で、上に何も乗ってないっていうこともありましたんで、ちょっと今回自分でね、ミクちゃんのプレートを書かせていただきました。はい。うん。今回用意したところがそういったサービスやってなかったんで、うん。じゃあ自分でやるかと思って自分でやったんですよ。うん。ミクちゃんってね、まあ、見事にね、綺麗に描けたんじゃないかなと個人的には我ながら思います。はい。チョコ溶かすのが大変だったけども。はい。あとね、イチゴが用意できなかったんで、どうしても冷凍物になっちゃったんですけど、今それで端っこの方がね、なんかね、血流してみたいな感じになっちゃってるんですけども。はい。個人的にちょっと頑張ったケーキでしたので、まあ15周年の節目って意味ではいいのかなと思いました。はい。って感じのケーキも用意させていただいてます。うん。で、今回はちょっとね、マジミラのグッズをちょっとわーっと持ってきてね、飾ってみたんですけども、やっぱちょっと足りないかなって感じがするね。うん。ちょっと今、グッズを別のところに置いちゃってて、うん。今、家にないんですよ。なんで、ちょっと直近で手に入ったものをね、いろいろ、まあ、並べてる状態ではあるんですけども。はい。うん。
はい、ということで、皆さんもね、いろいろみくちゃんの15周年に関して言いたいことだったりとか感じれてること、いろいろあると思います。もしね、よろしければ僕の動画のコメント欄にでも書いていただければ幸いかなと思っております。はい。で、みくちゃんは今回ね、15周年の記念のネンドロイドが出てたので、今回はその子にね、出てきてもらっています。おめかしして、ね、出てきてもらっています。はい。来年がね、やっぱり16周年ですので、まあいろいろあるとは思うんですけども、今もね、情報がいろいろ出てる状態で、もし多分8月の31日、ミクちゃんの誕生日の時にまた情報がわーって出てくる状態だとは思うんです。本当はその時に撮りたかったんですけど、ごめんなさい。その日私仕事が入っちゃってるので、今こんなにね、早く撮ってるんですけども、またその時の情報は出次第、私の動画の方で軽くまとめてね、また動画出していきたいなと思ってますので、見ていただければ幸いかと思います。はい。で、この話をする前に、16周年を迎えたその先ですよね。問題はその先。20周年、無事ね、彼女がまた迎えられるように、我々は、初音ミクのコンテンツを汚すことなく、ミクちゃんを、一生推しとして、推していくこと、ね、健全な形で推していくこと、で、彼女が、よりね、今ももう世界に羽ばたいてる子ですけども、よりもっと大きなね、ことに携わっていけるように、我々も、彼女に失礼がないように、頑張っていかなきゃなりません。ね、そのためには、やっぱり、ね、アイドルを推すためには、ファンの力が何としても、ね、必要不可欠ですから、はい。ね、我々も頑張っていかなきゃいけません。ね、ですので、共に頑張っていきましょう。はい。はい、という感じで、これ、とりあえず15周年のミクちゃんの誕生日の動画とさせていただきます。また8月31日にね、またこの動画を上げるとは思うんですけども、またその時にまた情報が出てきてると思いますので、可能な限り早くまとめて動画出したいと思ってますので、またその時見ていただければと思います。はい。というわけでね、ミクちゃんの15周年の誕生日の動画とさせていただきました。紹介者のバシと、ミクとミンでした。はい。それじゃあ、また来年ですね。また来年の誕生日の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram をやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。